はい。12月14日、1日のニュースを振り返ってみましょう。まあ、プレイオフがあったり、なんだったりしましたけども。はい、見ていきましょう。うん。なんと、ベガルタ仙台、石原契約満了。まあ、なんと。うん。まあ、まあまあ。そっか。そっかって感じだな。まあまあ、歳もあるよな。35かな。うん。まあ、そうね。うん。まあ、来年監督変わるしね。 まあ、新規1点というところで。まあ、石原なら、J2 ならどうだろう。2桁ゴーラーいけんじゃないかなって思いますけど。うん。どうだろうね。J1 のチーム行くかな。まあ、大宮とか湘南とかね。フレスのチーム行くでしょうか。どうでしょうかというところです。えー、で、そして大分。まあ、岐阜に実施、今、レンタルで行ってた馬バ場バンジが契約満了。うん。 ババはね、移籍してゴールなかったんだよね。まあ、岐阜はチャンスあんま少ないしな。知らないから。どうでしょうババアはどこに行くでしょうかまあ、この選手もね、ほんと実力ある選手で、J2 ならね、2桁ゴール行けるような選手で。うん。まあ、J3 のね、サヌキを救いに、また戻るっていう、救世主としてっていうのもまたかっこいいですけど。いかなるどうなるか。はい。 えー、長野がですね、えー、新潟から広瀬獲得ですね。うん。だよね。あってるね。うん。広瀬。新潟だよね。うん。そう、広瀬今年あんま出てなかったんですね。6試合だったんですね。去年結構スタメンてか出てるイメージあったんで、あ、そうだったんだっていう感じですね。 うん。まあ、レギュラークラスですよね、ほんと。長野からすると。これは結構いい補強なんじゃないかなって思います。うん。えー、っと、あと、モンテディオは加賀契約満了ですね。まあ、加賀もベテランだからな。うんで。これ、逆になんですけど、これね、加賀はまあ、センターバック、ディフェンダーの選手じゃないですか。うんだ、裏を返せば、 これ、他の選手が残留見込めたのかなっていうところですね。栗山とかさ、まあ、あと誰だ熊本とかさ、今シーズン本当成長してた選手たち。ここは、ね、監督が変わったことによって仙台に引き抜かれたりするかなっていうね予想もできましたけど、ひょっとしたら残るのかもしれない。んまあそれか代わりの補強が いいぐらいに進んでったか。まあ、じゃあないと蚊がるようなことしないと思うんだよなっていう邪推でした。邪推っていうのかなわかんないけど。予想です。ええー、はい。あとなんかあったかなまあ契約更新系が多いですね。赤峰とかね。岡山の赤峰。どだとか。あああとアントラーズ。川又が契約満了か。キーパーの。北九州は、 鹿児島第一、契約満了。うん。勝たれた山、花井が契約更新。うーん。あと何個あるかな、鹿児島平井で。平井でって、勝たれた山にいた選手だっけ。そうやね。契約更新、大分、吉平。うーん、契約満了。うん、まあ、でっかい。 すごいでっかい遺跡っていうのはまあ今日はあんまなかったかな。うん、あとあれですね。プレオフ終わった湘南は、あ杉岡と斎藤美月なんかにオファーが届いているというニュースもありましたね。まあ、一仕事してくれたんで快く送り出したいっていうなんか幹部のコメントが出ているとか出ていないとか。そうですね。まあね、プレオフね。 まあ、プロフのそのレギュレーションについてね、うんぬんかんぬん言いたいところはありますけど、ここはぐっとこらえて。<laughs> まあ、おめでとうございます、ショーナ。そして徳島のサポーターの皆さん、本当に痛いほど気持ちがわかる。つらいよな。なんで引き分けで上がれねえんだよなっていうあん。引き分けで負けなんだよっていうね。うん まあ、これはリーグ改善、リーグ、J リーグがね、レギュレーション改善してほしいところであります。まあ、今日の移籍情報はこんな感じでしたかね。はい。いや、ほんと、プルフ終わってね、まあ、天皇杯はまだあるけど、シーズンほんとこれで終わったって感じするんで、明日からドバドバ動くんじゃないでしょうか。と、楽しみにしております。それでは、おやすみなさい。